どうぞ。先ほどこの文章の中でありましたけど、回答面ですね、米軍と自衛隊を合わせて考える必要があるということで、自衛隊を強化するのであれば米軍基地は減らしてほしい、そういうあの考え方のようですけれども、やっぱりその今までその沖縄戦を教訓にしてずっと語り継がれてきてですね、日本軍が何をしたかという、そういったその歴史のその経緯っていうのを知事はちゃんと見てないのかなっていうのを考えたことないのかなっていうことで、とっても残念なんですね。ですからその自衛隊も軍隊であるという同じようにこう考えていかないと、本当に先ほど山城さんが言ったように、結局有事になってからしまったではもうどうしようもないというふうに思うんですね。ですからやっぱり知事にはせめて応援してきた私たちの意味沿うようなですね行動をとってほしい、それがもう切なる願いですということを、以上、私はお伝えしていきたいと思います。お願いします。石原です。私たちはですね、この沖縄戦においてね、この日本国家、天皇制国家ですが、の完全にその犠牲になって、そして戦後もですね、これは日本政府の、あの外交文書なんですが、日本の安全にとってはですね、沖縄は犠牲になってもね、やむを得ないというようなことを、やむを得ないというか、もうなんかまるで当たり前のように沖縄が犠牲になるのは、そういうことをですね、政府ははっきりね、そういう認識でいるわけですね。その日本政府が、まあ、戦後、まあ、52年ですか、なるわけなんですが、この戦後って、1970年からですね、この52年の間もですね、我々があの受けてきたね、もう沖縄のね、日本政府にとってはもう迫害されているっていうふうに私なんかはあの強く感じているわけなんですね。でそれはもう一貫してですね、この日本政府はこの日本国家のためにね、沖縄を犠牲にというふうなね、そういう認識で今までずっと来てるなというのを感じているわけです。でそれがですね、今はっきりとまたあのこのようなですね、この台湾有事という名のもとでですね、このようなこの、南西諸島ですね、琉球港におけるこのもうまるで要塞化としか言いようのないようなね、軍事化がこう推し進められているというような状況をね、県政はですね、これはもう本当にですね、沖縄戦の教訓を踏まえてですね、立ちはだかってですね、何としてでもこのもうとにかくがむしゃらにて無我夢中でこのような状態をですね、なんとか食い止めるというようなあの態度をね、あの取ってほしいわけなんです。私たちはね、玉城デニー知事にですね、このようなね、この軍国軍事化が推し進められている状況をですね、白紙委任は全然してませんよ。白紙委任したわけじゃないんです。ですから、これはもうあの本当にですね、この我々県民の命を守るという命打ったからという言葉ですね、それを踏まえるとですね、これはもう本当にですね、この玉城デニー知事はね、我々が白紙委任してない、ね、このような事態についてですね、とにかくこの国家のね、まあ、なんかいろいろね、あの国 の, あの権利に対するですね、予算だとかね、そういうことが念頭にあるのかもしれませんが、国家にね、あの反抗したら予算が、ね、削られるとか、そんなふうに思ってるのかもしれませんけどね、ここはですね、ぬしど宝というね、沖縄のこの平和のこの思想ですね、その立場に立ってね、踏ん張ってほしいなというふうに今ものすごく強く感じているところなんですよね。はい、じゃあ事務局長の。あ、すみません。与那恵子です。はい、あの玉城デニー知事としてですね、やはりあの第一にやるべきことは県民の命と生活を守るということだと思うんですよ。
で、ここの会長の中にですね、鉱物管理に支障がなければ許可届出を受理するとかですね、この鉱物管理に支障がなければというような悠長なことを言っているような状況にはないということですね。それは昨年の12月に沖縄が戦場になるということが分かってからもう着々と準備が進んでいて、この自衛隊の空港そして湾港のですね使用もその準備の一環であるという認識をまずなければならないわけですよ。その認識に立ったらじゃあどうすべきかということを考えるべきであると思うんですね。なのでぜひですね県民の命と生活を守るという立場でですね知事には頑張ってほしいと思います。で、あともう一つはですね先ほどお話がありました敵基地攻撃能力なんですけれども、これはそれはどういうことかっていうと台湾のごめんなさい、中国の台湾侵略を待たずにですね日米が先を切って攻撃する可能性が出てきたということで、過去の沖縄戦ではないでと本当に酷似しているのは日本が結局侵略戦争に走る可能性があるということも示唆しているわけなんですね。なのでそういうことを認めることにもなるので、ぜひですね先ほどからお話がありましたように知事にはですね沖縄のアイデンティティである日土宝、そして沖縄戦の教訓である軍隊は住民を守らないってことをですねしっかりですね示しながら私たち県民の命を守るために頑張っていただきたいと思っています。平木美子さんです。はい、皆さんと同じなんですが、かぶらないようにまずですね専守防衛を繰り返す立場と言いますが、ここ1、2年ですね、もう連日のように琉球新報、沖縄タイムズ、すべてのメディア、沖縄のメディアさんは頑張っていろんなこの軍事要塞化の経緯をこれだけ報道されていますよね。で、これは本当に専守防衛ないかと言いますと、従来のですね、専守防衛という9条に基づく意味というものはですね、まさに他国に脅威を与えないってことなんです。他国に脅威を与えていませんかということです。だからそれに先に手を出すとかいうようなことのない安心感を住民にもたらしているかということなんです。他国に手を出すことがない安心感がこの世の中を覆っているのが窮状なんです。で、本当に他国に脅威を与えてない立場で物が進んでますかということなんですが、今ここ1、2年もう本当に坂道を転げ落ちるほどに急速に戦争をしないように従って物事が動いているのは離島を行けばすぐ見えます。沖縄の島国だけでなく本島を見てもよくわかります。そのぐらいレーダー基地があちこち立ち、弾薬庫がここは1機2機今途中、あと3機も今買収している、それから副土式の射撃場もできてる、もういろんなのがですね次々と軍事のためにですねやられていってることを、そして全国国のね論議も基地攻撃能力をどう持つか、トマホークをどう買うかっていう議論がここまであって、沖縄が自衛隊のですねこの間も日米合同機銀ソード23というねああいうものがされていて、これを相手周りの国が脅威でないと感じる方が鈍感ないんですよ。そこからしても容認するということ自体がもう一回本気になるか、宮古与那国石垣そして奄美までですね出かけてほしいですね。見ていただきたい知事は。はい、それでその言葉をどう考えるかもう一度おっしゃっていただきたい。そして今までの軍事化の流れはですね国民県民の命を守る上で本当に県が歯止めになるという今こそ戦ってほしい、そう要望いたします。はい、以上です。ありがとうございます。その連日のこの防衛文書等の記事を読みますとですね、皆さんもお気づきのようにほとんどがミサイルの話なんですね。実はこのもともと沖縄にミサイルが配備されるというのは自衛隊の地対艦、地対空というこの2種類でしたよね。この2ヶ月ほどの間にですね、
ちょっと覚えきれないぐらいの新しいミサイルの記事がどんどん出てて、産経新聞によると、産経新聞は10種類と書いてました。で、世界の12月号にはですね、7種類と書いてましたね。これ上げちょっと上げてみると、地対艦、地対空ミサイルの他に、アメリカのトマホークを買うっていうのがありました。で、アメリカが極超音速ミサイルを沖縄に配備するという記事も出ましたけど、自衛隊が独自に極超音速ミサイル、マッハ5からマッハ10。で、あと、離島防衛用高速滑空弾をまた1000キロ伸ばす。で、これもなんか2種類あるらしいですね。というふうに、こう、なんていうんですかね、本当に最新鋭で、超高速で飛んで変速飛行して、中国に届く、こういう本当に数多い最新ミサイルをしかも大量に配備っていうのが出ててですね、で最初に出たのが沖縄南西諸島に1000発って言ってましたけど、このアメリカから買うトマホークについて2週間ほど前に 500発買うとありました。トマホークだけで500発、しかも当面と書いてました。じゃあどのぐらいの数来るかというとですね、実は小西誠さんは桁が違うと見てます。つまり1000発とか1500発とか産経新聞に書いてましたけど、桁が違う、要するに万単位のミサイルがですね、こんないろんなミサイルが沖縄中に配備されるということです。記者の皆さんもちょっと考えてほしいんですけど、そんだけの数のミサイルがですね、我々の身近にまず配備される。で、例えば今日の新聞ですと、風の弾薬と自衛隊が共同しようと、自衛隊は弾薬を各地に作ると言ってますけど、間に合わないから風の弾薬に、を共同しようという設定が出たし、辺野古の弾薬を増やすとも出てましたよね、強化機能。つまり大量に作って、それがまず収める場所がないから、嘉手納弾薬も使うし、辺野古の今あるやつも増やす。こんだけのミサイルをどんどん沖縄に持ち込もうとしている。まずこれだけでもですね、大問題でしょ。これ沖縄の人々はみんな声を上げて反対しないとですね、何かあると、つまりは抑止と言ってますけど、それが均衡を保たれてるといいですけど、どっかで小競り合いが始まってですよ、それが本当の紛争になっていくと、打ち合いが始まるとですね、再現なくなる。沖縄本島、先島、全体です。先島の問題じゃなくて、沖縄本島がそういう大きな弾薬もいっぱいあってですね、ですから知事はですね、専守防衛というレベルは等に超えてますし、そういう専守防衛とかね、そういう精神論じゃないんです。来年度から予算を伴って沖縄に持ち込むと新聞記事に出ててですね、それを最小限度の防衛だから OK というわけには知事はいかないと思います。こんなにいっぱいの、ね、ミサイルを持ち込むなと。はっきり言って、じゃあ30分終始しました。皆さんご質問を受けてですね、この回をまとめたらありませんが、ちょっとだけ、先日宮古行ってきました。宮古の人がですね、台風が来ただけでも1週間、空港や港が動かなくなっても、全てが飲み水も食べ物も枯渇すると、島はもう干上がりだと、こういうふうな危機感を示していました。知事は支障がなければと言うんですけど、支障がないどころか、今国尾さんがみんながおっしゃるようなことをすれば、雨あられのような港空港への攻撃が必死なわけで、それは1週間の子じゃないですよね。もう1年も2年も物資も入らない、生きていけない島になることは必死です。私本当に正気なのかな、知事は本気なのかなというふうに思えてならないんですよね。台風でも沖縄の離島はもう枯渇してしまうんです。そこをですね、支障がなければなんていうふうに言ってしまう、このあたりに懸念を感じます。11日の新聞にですね、明日また記者会見もしないとなのかもしれませんが、この今度の3文書の中で岸田首相はこう言ってます。
陸上自衛隊は沖縄での国民保護を目的に部隊強化をあるいは体制強化を図らんとならんと、つまり沖縄県民を守るために軍備を強化しなきゃならんとこう言ってるわけですよね。でそれに応えるように知事は昨日の新聞ですが、その危機管理職員を配置すると結局県庁に自衛隊員が制服自衛隊が入ってくるわけですよね。もうこうなるとこれはまあ前のめりというかもう一体となってしまっているということです。でこれじゃ言いませんが、だからそういうことを知事は本気でお考えなんですかと。でこれは県民の平和を願う県民の意思と全く違いますよと。でそれは9月の選挙戦で知事選でおっしゃったんですか、それ公約でしたかとを聞きたいということですね。だからこの質問状を出してあります。これぜひですね、公開の場で知事のお言葉でですね、今私たちが申し上げている懸念不安を知事は払拭できるのか、自衛隊に丁寧な説明を求めるんじゃなくて知事ご自身が我々県民に向かって丁寧な説明が今必要なんですよ。自衛隊に説明してくれじゃないんですよね。だから私たちはそのことを今訴えてですね、この公開質問状を提出をしたいと、まあ、いうふうに思っているところです。何かありました。以上です。ちょっと10秒だけ、あの沖縄戦のですね、大きな悲劇が生じたのはね、軍官民一体とさせられたことが、まあ、最大の、まあ、犠牲を生んだわけです。今知事はですね、軍官一体化するというね、そういう状況を今作りつつあるわけなんです。これはもう本当に大変なね、あの危機的状況ですよ。これは後々ですね、戦争責任問われますよ。そういうふうな状態ですよ。はい、じゃあ一応私たちからの発言以上です。あの受け付けてこの公開質問状を知事室に届けていきます。これから終わり次第質問者届けに行ってですね、もう年末ですので速やかな回答、年を越さないようにぜひ年内に回答してもらうようにですね。でそのためにもぜひ今日逆にお願いしますけど、皆さんの記事をやっぱり少し強調してほしい。強調してですね、知事にはそれに応える責務があると、ぜひあの知事自ら口で説明してほしいということを私からも要請とします。ぜひそのような記事に、構成にしてください。これから伺います。じゃあ以上です。ご質問がありましたら。ちょっと要望ですけど、あのね、今回は、ね、文書でなく重ねて強調してます。公開の場でという場を作りたい。ご回答をお願いします。これはみんなで見て、知事の態度をみんなで考えるというのが必要だと思います。私たちも今日はですね、私たちの思いで来ているつもりではないです。これ県民すべからくですね、戦争の矢面で立たされるのは全員ですから、その県民の気持ちに応える必要があるんですよね。それができないようになったら私はもう知事を張るあの資格はないようにさえ思います。そう思います。ぜひあの自衛隊はあのやむを得ないんだ、認めるんだというんだったら、その沖縄を戦場にさせない、私たちを殺さない、あるいは殺さない、殺されないような、その歯止めというものを政治家としてどのような考えかというのをやっぱり説明が必要でしょう。どうぞ、ぜひそのあたり皆さんあの強調して記事構成していただければと思います。よろしいですか。もしなければもう陳述を伺いますが。あ、いいですか。はい、すみません、共同通信の石川と言います。はい、あの明日改定される、まあ、閣議決定されるであろう、はい、あの防衛三文書の改定についてこう一番懸念している部分だったりこう危惧している部分っていうのは山城さん的にはどこなのか。つまり沖縄が重要だということが明記されます。でここにもあの13日の記事にもあるように、その南西諸島有事、台湾有事は沖縄戦が避けられない。で避けられないからそれに、対抗してここ、首長の言葉で言えば、その沖縄での国民保護を目的に部隊強化をせんとならんとこう言ったわけですね。これ私たち舐めてるのか本当に思いますよね。我々は戦場にするなと言ってるのに、その沖縄県民を守るために部隊を強化して
沖縄に駐留するんだとこう言ってます。おそらく今回の3文書の中身はそういうことだと思います。台湾に近い沖縄の島々がまず重要だと。でそこにたくさんの武器弾薬を持ち込むんだと。でそして、敵が反撃を攻めてきたらそれを跳ね返すほどの抑止力といいますか軍事力を持つべきだと。これ沖縄県民を守るという美名をですね、知事は市長は語ってますけど、これ真っ赤な嘘ですよね。私たちをペテンにかけるのか、あなた方が来なければ戦場はならないのに、こんなにたくさんの軍隊を送りつけて武器弾薬を送り込んで、そして、戦争になる、そして、いやそれは県民を守るためだと、こういう逆さまな論理というのは77年前の戦争と一緒じゃないですか。77年前もそうだったけど、1968年のですね、外交文書でも日本の安全のためには沖縄犠牲もという記事をですね、これはたまたま琉球新報なんですが、これぜひ、ね、コピーを取ってきてますので、質問答えますが、ぜひですね、私たち懸念をしていますけど、全国の皆さんにもお伝えしてほしいです。そうなんですかと、中国との戦争は避けられないんですか。で、避けられないとして、それは沖縄が矢面に立てばいいというふうな説明がされてますけど、いいんですかと。先の大戦も沖縄が犠牲されました。また今度もそういう構図が見えています。再び祖国防衛のための犠牲にならざるを得ないのかという疑念があります。で、今確かに中国脅威がもう蔓延して政府の宣伝に負けてそうなってますけど、ぜひ冷静にですね、全国民に訴えます。沖縄を再び行き場にして、私たちを犠牲にして、それでことを収めるんですか。やっぱりそうでない道を探す工夫知恵はないんですか。あの時あんだけ反省をして、そして非武装という選択をした国民が、またいつの間にかこういうふうにありとあらゆる武器を持つ、あらゆる、同盟の強化、同盟を得て大国中国と向かい合うという選択をしようとしています。これはどこかおかしくないですか。おかしくないどころか、これ言い方は悪いけど狂気ですよ、狂ってますよ。そういう選択を今私たち押し付けようとして、これは承服できません。明日大変な政府発表されるんでしょうけど、おそらくもう大体中身が押して知るべきだろうと思いますが、そんな思いがいたします。一ついいですか。共同通信が4日前にですね、この3文書などにも盛り込まれる国家防衛の、基本目標という記事が載ったんです。あれの2項目目にですね、一方的な現状変更があった場合、つまり従来アメリカがよく使っている中国が台湾に武力侵攻なりした場合に、そういう一方的な現状変更があった場合に、日本はですね、同盟国や同志国と、抑止すると書いてあるんです。これですね、僕は初めてこれ出たと思うんですけど、つまり中国が台湾に何らかのことを仕掛けた場合に、日本がアメリカと一緒にこれを抑止する。つまりそこに日本の自衛隊が介入していくってことを、そうしか読めないんです。つまりですね、その向こうで何か中台間で何か起きたときに、日本が介入していくと書いてあると読めるんですよ。同盟国と一緒にね、アメリカと一緒に。実はこれまで石井さんが、共同の石井さんが沖縄に来て講演したときは、この中台で何かあった場合に、日本じゃなくて自衛隊じゃなくて米軍がそれに介入すると自衛隊は巻き込まれる話だったんです。そうじゃなくて、アメリカと同格になって共同対処するというような意味合いのことを書いてあるから、そうするともう最初から自衛隊も一緒にやると読めるようなことが書いてあるんです。も
今までとちょっと違う、ね、相当踏み込んでます。じゃあ、まあ、はい、質問の意図として、はい、それに対して何を危惧されるかっていうのを、そうすると、はい、記事の説明とかで、そうするとアメリカが嘉手納から飛び立って、それに巻き込まれる心配だったのが、自衛隊も最初からやっちゃうってことになると、なんていうんですかね、もう本当にすぐ、日中戦争になってしまう。全国の皆さんに伝えたいのはね、米国はもうすでに言ってるんですよ。沖縄は脆弱だと。沖縄の米軍は脆弱なので、嘉手納の戦闘機は全部、グアムに移すと。それから海兵隊も4000人移すということを発表してるんですよ。じゃあ、嘉手納基地も脆弱なのに、宮古与那国、もう目と鼻先が脆弱でないはずがないし、ここはもう脆弱極まれないところに武器弾薬を持ち込んで、玉砕をするつもり、そういうふうにしか読めないですよね。でそれは自衛隊を玉砕させ、住民を玉砕させる、米国のシナリオにそのまま乗っかってしまっているということです。でそういうふうな今戦略を取ろうとしていることにね、僕はやっぱり日本国全体が国会も含めてもう少し冷静な議論をして、そんな戦争していいのかと、あれウクライナがそうであるように米国はこの戦争に介入しません。おそらく介入しないでしょう。で、自衛隊を戦わすという方向に行くでしょう。で、それが分かりきっているのに、アメリカからそのやいのってせかされて、そうだそうだ、中国怖いんだ、台湾有事だ、日本が行くんだというふうな話になるのかということをですね、共同さん、逆にお願いします。報道してください。私ちょっといいですか。ですね、岡田隆さんのこの間の講演の時にですね、アミテージが台湾に送る武器弾薬武装道具はまずは日本に、それは沖縄に送るんであろうと言っていると。まさにですね、台湾の駆け引きの問題を沖縄を使うということはもう非常に違反状態ですよ、ね、それからぜひですね、煽らないでいただきたいのはですね、中国の立場っていうのは第1、第2、第3って彼らも今一生懸命に社会づくりしていて、平和な環境づくりというのが中国の一番の今やる政策なんですよ。そして4つのですね、近代化路線をどう作るかというこの4つの段階がとても難儀なぐらい彼らにとって一生懸命民生をやらないといけないという状態にあるんです。とても台湾に武力を侵入というね、安倍政権やらが煽っている話とは全く違うところにいるんですよ。だから台湾の問題というのは彼らにしとっては後ろの問題なんですね。これを岡田さんもおっしゃってました。ですからですね、マスコミも一緒になって中国は怖い論がいっぱい蔓延しているがゆえにこの議論が成り立っているので、そこをですね、もうちょっと違うんだということをもうちょっとですね、岡田さん含めて学びをやっていただきたいなと思います。じゃあ、恵子さん最後に。最後にですね、はい、もう一つ言いたいのは、はい、ウクライナ戦争でもう実例前例を見せてるんですよ。だからその状況を把握すれば次にアジアでそれと同じことが起こるというふうに理解しなければいけないのに、それが逆の理解になっているということで、私が思うのは自衛隊は指揮権ないんですよ。それは皆さんも分かると思うんですね。米軍の指揮下でしか動けないから。なのでウクライナ戦争と同じように戦争の始まりも終わりも日本が決めきれないんですよ。全てアメリカが決めるんですよ、戦争の始まりも終わりも。これ重要なんですよ。つまりはきっかけも後ろで米国が作るってことなんですよ。だそういう認識をきちっとしないとですね、もう戦争はゼレンスキーと同じように終わられないんですよ。米国が終わりますと言わない限りは。そういうことも認識した方が日本国民は認識すべきだと思いますね。フィリップ、インド太平洋司令官が6年以内に台湾を中国が攻めるって話を米議会でやったっていうありますよね。それから次のアキリーのインド太平洋司令官も同じようなことを言ったっていうわけですね。その6年以内は根拠なしに言ってるんですね。ところが経済学者とか例えば羽賀久美子さんという方がおっしゃってるのはね、2028年ぐらいに米国の経済力と中国の経済力が逆転する現象が起こる時期なんですね。それと中国の経済力が
アメリカを抜く、その前に中国を叩いて弱体化させるっていうのが、その6年以内の意味なんですよ。だけど最近また2003年にね、修正されてますから、彼らの煽りの意図っていうのが米国の意図として汲み取った上でやらないと、そのまんま米国の累従して、そのまんま軍備を今増強するっていう路線にあると思いますので、そこをぜひ考えていただければと思います。じゃあもう1時間かかりました。はい、特段なければ終わりますが、これは知事に呼んでもらおう思っていますので、もし必要でしたら取ってください。ありがとうございました。またあまりにもですね、この3文書の中身が広かったら、また緊急の機会とせんかなと思いますけど、とりあえず今日は知事答弁についてのお話です。ありがとうございました。ありがとうございました。